キッズゲームス。もうハロウィンだね。ビビはもうお菓子もらった？まだもらってないんだよね。じゃあさ、ここら辺でお菓子もらえるって聞いたから行ってみようよ。いいねいいね。お菓子欲しいお友達はいいねで教えてね。ここのお家ピンポンしてみよう。こんばんは。お、キャンディー持ってきてくれてる。こんなにもらっちゃっていいの？こんなにたくさんもらえると嬉しくなるね。この人もいっぱいくれるよ。食べきれるか不安になっちゃうね。あ、見てクモリン、キャンディーがもういっぱいみたい。いつの間に？これ以上もらえないのかな。こっち来て。なになに？ここでキャンディーとポイントを交換できるみたいだよ。ポイントは何に使えるの？ショップで使えるみたい。もう少しポイント貯めてみよっか。オッケー、ここもピンポンしてみよう。ってこれお化けじゃねえか？え、お菓子は？トリックオアトリートだから。お菓子じゃなかったらお化けが出てくるんだ。なるほど、気をつけないとですな。見て見て、あのカボチャ話しかけられそうだよ。あれはお化けじゃないのか？いや、普通のカボチャみたい。普通のカボチャっていうのも謎だけど、僕たちにカボチャの顔を作ってもらいたいみたいだね。なるほど、任せて。まずは顔のないカボチャを見つけないとだね。あ、これじゃない？本当だ、早速顔を作っちゃおう。いい感じ。見て、あんなところに魔女がいるよ。話しかけてみよう。猫が逃げ出しちゃったみたい。それは大変ですな。早く見つけてあげないとだね。あ、待ってミーミー、こっちに大きいクモがいる。え、大丈夫なのそれ？なんかクモの糸に絡まっちゃって困ってるみたい。いや、クモなのに糸に絡まることなんてあるのか？よいしょ。あれ、全然取れない。思ったよりも複雑に絡まっちゃってるみたいだね。もうクモさんおちょこちょいなんだから。てか取れなすぎじゃねえか？今度こそ。あれ、もうちょっとやらせて。え、すごい、さすがビービー。褒めても何も出ねえぞ。あ、ポイントもらえた。こうやって助けるとポイントがもらえるみたいだね。なるほど。あれ、今度はコウモリが困ってるみたいだよ。本当だ、お母さんを見失っちゃったみたい。え、だ、大変だ。僕たちで探してあげよう。あれ、お母さんじゃない？いや、似てるの色だけだろう。あ、この子魔女が探してた猫だよ。本当だ、連れてってあげよう。連れてきたよ。喜んでくれてるね。あ、猫がペットとして連れ出せるようになったみたい。本当だ、懐いてくれたのかな。早速連れ出して。って浮いてねえか？きっと空飛ぶ猫なんだよ。まあ魔女の猫だもんね。にしてもお母さんどこにいるんだろう。全然見つからないね。お母さん出てきて。あ、クモリン見て、お母さんだ。見つかってよかった。もう離れちゃダメだからね。あ、でも僕たちについてきてくれるみたい。本当に？やった、一緒にいろいろ回ろう。そうだクモリン、ポイント使ってみようよ。いいねいいね。ショップへレッツゴー。服装変えられるんだ。どれにしようかな。迷っちゃうね。これかっこいい。着てみよっか。どんな感じになるかな。あれ、全然変わってなくない？僕のマジシャンが。まあそういう時もあるよ。いやー、お菓子ももらえて、いろんな人も助けられて楽しかったですな。ハロウィンだからいろんな子がいて面白かったね。で、何してるんだ？最後にお菓子もらっとこうと思って。いや、お化けじゃねえか。そうだ、トリックオアトリート。やばいやばいやばい。どうしたの？サンさん、僕たちドクターイエローの中に閉じ込められちゃった。え、なんでなんで？だってほら、24時間ドクターイエロー生活。何それ、24時間経つまで
途中で出ようとした場合はセンサーが反応して TNT が爆発するとも書いてあるね。怖いよ。とにかく2人で何とかして24時間を過ごさなくちゃ。チェスト発見。おお、なんか入ってるよ。木材に骨と種か。何に使うのさ。わかんない。まあいいや。さんさん、新幹線ごっこして遊ぼう。いいよいいよ。本日はご乗車いただきありがとうございます。こちらくもりん新幹線ではいろんな国のバナナを販売しています。すごい。ってバナナだけかい。黄金バナナがおすすめです。じゃあ黄金バナナで100万円になります。いや高すぎ。買わないの。そんなにお金持ってないよ。買わないなら僕がもらいます。なんでクモリンは無料で買えるねん。運転手だから。関係ないでしょ。なんかバナナの話してたら本当にお腹空いてきちゃったよ。確かにもうお昼だもんね。僕たちのお昼ご飯どこ。うん、ちょっと待ってクモリン。なになに。さっきチェストに入ってた種ってさ、育てたら小麦になるじゃん。え、そうなの。そうだよ。でも種を育てるにはクワと土と水が必要なんだ。クワってなんだっけ。クワは土を耕すための道具だよ。土をザクザクってするやつ。そうそう、クワはチェストの中にあった木材で作れるからやってみよう。わかった。まずは木材を使って作業台を作る。そしたらその作業台を使って残った木材で棒を作って、木材2つと棒2つを組み合わせればクワの完成。できたできた。クワを作ったのはいいけど土と水が見当たらないな。僕どっかにヒントないか探してみる。僕も一緒に探してみるよ。椅子の後ろとかないかな。あれね、ないや。運転席はなかった。なんだこれ。何か見つけたの。ここの床だけなんか違う。ほんとだ、剥がしてみよう。ペリッとな。これで小麦が作れるね。やったやった。土を耕して種を植える。よし、いい感じ。小麦はいつできるの。あ、太陽がないからできないかも。え、ダメじゃん。骨粉があれば。骨粉？骨を砕いて粉にしたやつ。種の上からかけると成長速度が速くなってすぐに収穫できるってこの前つくまに聞いたんだ。チェストに入ってなかったっけ。あ、あるじゃん。これですぐにできるよ。作業台で骨をカンカンカーンと。これを上からかける。すごい、簡単に小麦ができちゃった。すごいすごい。最後に小麦をパンにクラフトすれば食べ物ゲットだ。ふう、お腹もいっぱいになったし何しよっか。新幹線ごっこ。また楽しいからいいじゃん。まあいいけど。なになに？はしご？上に登れるみたいだよ。行ってみよう。そうだね。うん、またチェストだ。今度は何が入ってるんだろう。弓と矢。いつ使うの？あれでしょう。わあ！また当てゲームしよう。いいよ。いっぱい当てた方が勝ちだよ。負けないぞ。えい、えい、えい、えい。一個あったり。僕も当たったよ。まだまだ。やっ。えい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 。二個目きた。え、早いよサンサン。次次、ウルトラスーパーショット。何それ、かっこいいでしょ。でも外してるじゃん。なんでそう。こんなことしてたらもう夕方になっちゃったね。ラストスパート、うにゃれー。あ、僕も。えいやー。はい、終了。結果は僕の勝ち。お外も真っ暗だね。サンサン、あれ見て。どうしたの。いやー、ゾンビだ。どうしようどうしよう。うわー、中にまでゾンビが。うそー、逃げられないじゃん。とりあえず上に避難しよう。わかった。弓矢、弓矢は。さっき遊んだから全部使っちゃった。そんな。この余った木材でなんかできないかな。あ、木の剣なら作れそう。急いで作るよ。やってやるー。おりゃー、このこのこ
ム一匹いっけー倒したやったやった外のゾンビはどうする朝になるまで待ってみよう見て見てゾンビが太陽の光にやられてる本当だよかったあもう24時間経ってるやったねクモリン外寝れるじゃんわーいわーいいやーなんで爆発してるの今の時間は僕の時計だと23時間59分しか経ってないよ僕の時計1分ずれてるじゃんオーマイガー僕たち頑張ったのにトイレで24時間生活トイレなんでトイレなんだよルールは簡単巨大トイレの中に入ってミニゲームをクリアしてポイントを稼ぐだけもらったポイントは何かに使えるの？いろんな便利アイテムが買えるよ。でも最後にポイントの多い方が勝ちだから使いすぎには注意してね。オッケー。それじゃあ早速スタート。始まった。トイレの中か。何して過ごせばいいんだろう。マジカルバナナしよう。いいね。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら梅干し、梅干しと言ったらバナナ。そうそう、梅干しと言ったらバナナ。ってそんなわけねえだろ。バナナのこと考えてたら間違えた。しっかりしてくれよな。二人とも楽しそう。私も混ざりたいけど、今日は頑張って実況させてもらうよ。まずは一つ目のミニゲーム、いってみよう。お、なになに？トイレットペーパーを作れ。白いコンクリートブロックを使って綺麗なトイレットペーパーを作ってね。そんなの簡単じゃん。負けないぞ。制限時間は5分。よーい、ドン。いやー、よいしょよいしょ。クモリン選手勢いがすごい。 BB 選手は綺麗に伸びてる。こんなの早ければ早いほどいいよね。速さも大事だけど、見た目も大事だよ。残り2分。もっともっと。いい調子いい調子。あと少し。残り10秒。ラストスパート。おらー、はい終了。二人ともここまで。まずは BB、 どこまで伸ばせたかな。どうだ。すごい綺麗に作れてるね。さすが BB。 次はクモリン。じゃーん。なにこれ。ところどころ途切れてるし、ちょっと見た目が良くないかも。しかもこのトイレットペーパー細すぎだろ。ま、頑張ったのに。これは BB の勝利。勝った BB には100ポイントプレゼント。わーい。マミーン。クモリンが0ポイント、BB は100ポイント。ポイントでアイテム交換をする。僕はないからできないよ。僕もまだいいかな。オッケー。クモリンは最初にどんなアイテム交換するか決めてる？僕は豪華なベッドかな。高っ。100ポイントもするじゃん。でもさ、せっかくだしいいベッドで寝たいよね。まあ確かにね。わざわざ高ポイントアイテムを狙うとは、これは簡単に勝てるかもな。さあ、二つ目のミニゲームいくよ。トイレしたのは誰？犯人を見つけ出せ！だよ。ここは名探偵クモリンの時間だね。次も負けないよ。最初に推理の手がかりを出すから覚えてね。それじゃ、スタート！手がかりはこれだよ。うっさーい！右から、クモのうんち、ゾンビのうんち、エンダードラゴンのうんち。よし、覚えた。じゃあ問題出すね。ドドン。これは誰のかな。1クモ、2ウィッチ、3クリーパー。クリーパー。なんでやねん。答えは1のクモ。正解。次はこれ、誰だ。1ラベジャー、2エンダードラゴン、3エンダーマン。エンダーマン。2のエンダードラゴン。BB また正解。あれ、お前適当に答えてるだろ。そんなことないよ。
こりゃ図星だな。3問目、だーれだ。1、エンダードラゴン。2、クモ。3、ウィッチー。これもクモだ。正解。ミミー、答えるの早いよ。こんなの簡単に分かっちゃうもん。なんですと。じゃあ最終問題、これは誰かな。1、エンダードラゴン。2、ゾンビ。3、クモ。どっちだっけ。2番のゾンビ。クモリン大正解。やったー。ここで当てずっぽが当たるのかよ。これは勝負じゃないから、クリアした2人に50ポイントずつプレゼントだよ。やったー、ポイントゲットだ。僕は150ポイントだ。って、何何、緊急事態。わー、マグマだ。間違ってトイレに流れ込んできたんだね。ここで緊急ミッション、奥にあるマグマ給水装置を起動しろ。勝った方にはポイントをプレゼントだよ。それならもう行かないと。ちょっと待ってよ、ミミ。急げ。よ、このまままっすぐ。どうしよう、このまま後ろを追いかけても負けちゃう。あ、なんか発見。こっちから行けるかも。ダッシュダッシュ。もう少し。ボタンあった。ポチッとな。クモリンの勝ち。追加で100ポイント。やっほー。裏道があるなんて気づかなかった。クモリン天才でーす。合計ポイントはクモリン150ポイント。BB も150ポイント。同点だね。いっぱい溜まったし、お買い物したい。いいよ、何買う？豪華なベッドと豪華なご飯に。100ポイントと50ポイントで合計150ポイントです。わーい、最高。そんなに使っていいの？これから頑張れば OK。 じゃあ僕は普通のベッドとパンを1つ。50ポイントと30ポイントで合計80ポイントです。これで今の残りポイントは70ポイントか。もう夜だし、明日に向けてゆっくり休んでね。まずはこの豪華なご飯を。おいしい。パンでもお腹は十分に満たされるし、節約しないとね。食べたら眠くなってきた。あー、ほかほかね、気持ちいい。くもりん、いいな。でも勝つためなら仕方ない。おやすみなさい。おはよう。おはよう、くもりん。二人とも起きたみたいだね。それじゃあ早速ミニゲームいくよ。この10本のウォータースライダーを滑ってポイントをゲット。滑れる本数は3本までです。まずは1本目から。好きな位置についてね。僕はここ。じゃあ僕はこっちにする。滑っていいよ。キュルルーン。ここは50ポイント。10ポイントだけ。クモリン残念。じゃあ次、2本目決めて。今度はここ、端っこ。いってらっしゃい。水冷たい。50ポイント。僕も同じ。最後だよ。どこにする？ここだ。お願い。どうなるかな。やったー。150ポイントだ。僕200ポイント。二人ともすごい。大量ゲットおめでとう。クモリンが260ポイント、BB が250ポイントゲット。合計ポイントはクモリン260、BB は320で60ポイント差だね。あれ、もしかして僕やばい？これは俺の勝ちで決まりだな。最後のミニゲームは運命のアイテム探し。これで勝敗が決まるね。リンゴが10ポイント、お肉が50ポイント。ダイヤが100ポイントだよ。ダイヤ見つけるぞ。いいものは奥にあるはず。このチェストだ。ここまで来てリンゴだと？10ポイントはきついな。わあ、なんだここ。どうやって来たか覚えてないけど、まあいいや。わあ、しかもダイヤ。ピッピー。ミニゲーム&24時間生活も終了。二人ともお疲れ様。それじゃ、取れたアイテム見せて。はい。じゃんじゃーん。
ダイヤ見つけられたの？結構難しいところに隠したのに。おいおい、嘘だろ。ってことは結果発表、クモリン360ポイント、 BB が330ポイントでクモリンの勝ち。やったね。最後の最後で逆転負けかよ。今回のゲームどうだった？楽しかったよってお友達はいいねを押してね。最後は負けちゃったけど、トイレで24時間生活楽しかった。ゲームは終わったけどさ、このポイントで何がもらえないの？え、クモリンは何が欲しいの？100万円のお家。そんなのもらえるわけねえだろ。そうだ、バナナだけでもください。クモリン、ブリル、どうしたの？赤ちゃんをお世話する面白いゲーム持ってきたから、一緒にやろう。やるやる。簡単にやり方だけ教えるね。このゲームはいくつかあるミッションを全部クリアしたら成功だよ。どんなミッションがあるの？散らかったおもちゃを片付けたりするの。お片付けか。それなら簡単にクリアできそうだね。でも一個だけ気をつけなきゃいけないことがあって。なになに？絶対に赤ちゃんに捕まっちゃダメなの。なんで？まあいっか、早くやろう。お片付け得意だよってお友達はいいね押してね。よし、やるぞやるぞやるぞ。これを片付ければいいの？まずは星の積み木を片付けよ。そのおしゃぶりは一旦持っておいて。あそこにしまうの？そうそう、こんな感じで片付けていけばいいんだね。次は青い輪投げを片付けよ。よし、運ぶぞ。これさっきの積み木のとこだよね。うん、先にしまっちゃおう。これで2個目。いい調子。この宝箱はね、いざっていう時に隠れられるの。そんなことしなくても赤ちゃんなんかに捕まらないよ。それが普通の赤ちゃんじゃないんだよね。ふーん、そういえばこのおしゃぶりはどうすればいいの？実は赤ちゃんにあげるとおとなしくなるアイテムなんだ。よくわかんないけど、いいものなんだね。で、なにあれ？あれが赤ちゃんだよ。いやいやいや、大きすぎるよ。だから捕まえちゃダメって言ったでしょ。生きてる。これ赤ちゃんをお世話するゲームじゃないじゃん。あれ、バレちゃった？実は巨大赤ちゃんから逃げるゲームなんだよね。もうひどいよ。正直に言ったらクモリンやってくれないと思ったんだもん。じゃあ次は私の番ね。そうそう、もう一個大事なことがあるんだけど、このリュックから音がするのわかる？これが聞こえると近くに赤ちゃんがいるの。そういうことは早く言ってよ。ごめんごめん、言い忘れてた。今聞こえたよ。慎重に行かないと。あ、本当にいた。ここからは離れた方がいいね。この赤い積み木だよね。2階の壁に入れに行こう。1個目のミッションクリアだね。この調子でどんどんクリアしていくぞ。わ、危ない。焦った。次はぬいぐるみをしまいに行こう。おもちゃ箱あったよ。2つ目クリア。また出た。私たちが行くところに必ず現れるね。まあ隠れながらミッションやりに行こう。赤ちゃんが降ってきた。おしゃぶりがなかったら終わってたね。本当におとなしくなるんだ。ミッション残り1個だよ。これをやればクリアだね。なにこれ？同じ色の電線をつなげるだけだよ。赤ちゃん近い。もう時間がない、急がなきゃ。これでクリア。お片付け完了。次はクモリンの番だよ。僕も全部のミッションクリアするぞ。何かないかな。これは鍵だ。鍵がないと開かない部屋があるんだよ。あの部屋でしょ。やった、救急バッグゲット。鍵があった部屋にしまう箱があった気がする。ここここ。ここまでは順調だね。これもしまっちゃおうっと。
いきなり来たよ。ここで捕まってたまるか。今のうちに積み木も取ってくる。赤ちゃんに気をつけてね。どんどん片付けていくよ。積み木はここか。近くまで来てるよ。全然気づかなかった。早くおしゃぶり渡して。助かった。おしゃぶり様々だね。見て、奥に赤ちゃんいるよ。今だ、曇りダッシュ。あと星だけだね。ねえ、あと40秒しかないよ。ニャンデスト、まだミッション3つも残ってるよ。もうダメだ。最初はいい感じだったんだけどね。悔しい。もう一回やりたい。次こそ成功させよう。赤ちゃんに負けないぞ。あれ、どういうこと。クモリンが赤ちゃん側だよ。そんな、クモリン全員捕まえてやるぞ。完全に赤ちゃんになっちゃってる。見つけた。1人目2人目。もう2人も赤ちゃん楽しい。見つけた。ソファーの裏か。待て、捕まっちゃう。あー、プリル、どっち応援してるの。ごめん、つい逃げる側を応援しちゃってた。で、こんなとこで何してんの。我慢できなくてうんちしちゃった。すっきりした。誰かがうんち踏んだってよ。うんちトラップ作戦大成功。踏んだ人かわいそう。わー、どうしたの。おしゃぶり使われた。やっぱりそう簡単にはクリアできないね。こっから巻き返すぞ。いた、あと2人だ。目の前にもう1人。待て、逃がさないぞ。は、クモリン気をつけて。あー、またおしゃぶり。え、動けないのに捕まえちゃったの。クモリンデザイナーズ、最強の赤ちゃんだ。最後の1人はどこだ。ここにうんちトラップを。誰か踏んだみたい。これで最後だ。うんち作戦大成功。赤ちゃんクモリン最強すぎるよ。カサキスゲームス、楽しかった。今なら逃げる側でもクリアできるんじゃない。余裕だよ。赤ちゃんの行動なんて全部お見通しさ。僕最強だから。来てるよ。クソ、油断してるからだよ。そうだ、最強目指して頑張るぞ。ふう、すっきりした。あ、おかえりクモリン。トイレ長かったね。ちょっと混んでたんだよね。で、あれ、ここトイレだよね。なんかトイレにしては広いような。あ、あれ見て、もしかして僕たち閉じ込められてる。この感じ刑務所かもな。そんなトイレと間違えて刑務所入っちゃったってこと。そうみたい。早くここから脱出しないと。やるぞ。僕たちが無事に脱出できるようにいいねで応援して。なんかこっち見てるやついないか。トイレから顔が生えてるよ。この前のスキビディトイレってやつみたいだね。でもこっちのトイレはなんか可愛い顔してる。確かにつぶらな瞳してるね。うわ、まだ見てるよ。首がすごい角度で曲がってる。見られながら進むの緊張しちゃうな。まだ見てる。まあ何もしてくる様子はないし、気にせず進もっか。あ、マグマがあるよ。それ、なんで。このトイレは足場じゃないみたいだね。あれ、もう足場ないよ。クモリン、ここ見て。よく見たらあるよ。本当だ。クモリン、ジャンプ。またあのトイレだ。見てるだけだから平気。あ、落ちちゃった。クモリン、後ろ。いやー、まさか追いかけてくるとはね。見てるだけだと思ったのに。追いかけてくる
もすごい量だな。全部避けるの大変だよ。よく見たら出てくる前にちょっと蓋が揺れてるね。ほんとだ。じゃあ揺れてるのを避けながら進めばいいね。あとちょっとで出口だよ。到着。ここは教室かな。あ、なんかあったよ。電池だ。これで出口を開けるみたいだね。わあ、動いた。近づいたら動き出すみたいだね。でも動くのゆっくりだから安心だね。まだ動いてる。なんかすごい可愛く見えてきたよ。ここ高いね。頑張って飛んでみよう。えい。あ、思ったよりもゆっくり落ちるね。ぶつかる。あ、危なかった。なんかここの色すごいね。汚いから落ちないようにしないとね。そうだね。あって言ったそばから落ちるなよ。なんかあるよ。またレンチだ。どこかで使うのかな。待ってよこ。あ、またスキミディがいる。通路のところにいたのと同じだね。うん、ここにも。いろんなとこから生えてるな。ここでさっき拾ったレンチが使えそうだね。使おう使おう。ここ足早くなるよ。いやー、なに。なんかヤバそうなやつがいるぞ。スキミディトイレのボス。うんちが出てきた。あー、量多いな。見てビビ、すっぽんあった。クモリン、ナイス。これをあのトイレに使うんだ。えいやー。よし、ハートが1個減ったね。ってことはあと2回投げるのか。またすっぽんを探さないと。今度は下からうんち。あー、いや、うんち長いな。あ、すっぽんだ。えい。よし、残り1回だね。ここだ。クモリンアタック。倒せた。ふう、うんちだらけで焦ったよ。なんか急に綺麗になったね。さっきまでとは大違いだよ。ここも大きいトイレみたいだね。あの下の赤いのなんだろう。なんかだんだん迫ってきてない？確かに。仮にここが大きいトイレだとしたら、あれはスキビディトイレの頭なんじゃ。そういうこと。早く出ないと。あ、ボタンある。これで出られそう。ほんとだ、ポチッとな。わー、流される。あ、外だ。なに。いやー、スキビディトイレの警察だ。なんで追いかけてくるの。僕たちが刑務所から脱出しようとしてるから捕まえようとしてるんじゃない。僕たち間違えて入っただけなのに。とにかく逃げ